ということで、東武バスに乗って、8分に違うな、9分か。はい、割とすぐ着きましたね。ここが上尾駅の西口で、今、列車も着いて、これは普通列車。はい。で、ここはまあ、さすがにね、結構栄えてますね。で、次に私が向かうのは、そこの八日堂、まあ、今も八日堂出てきたばっかりなんですけども、ここもね、八日堂内ゲームコーナーあるということで、とりあえず行ってみましょう。はい、こちら八日堂出てきました。一応ゲームコーナーありましたけども、もともと5階にあったやつがね、縮小されて4階に移転という形らしくて、で、まあこのね、キディライド1台とあとは、プライズが10台前後という、まあ、かなり小規模な、ゲームコーナーでしたね。まあただ、ゲームコーナー扱いで OK で、今日はこれでやっと6店舗目ですかね。なんかあんまり数は行ってないんだよな。はい、やっぱ上尾はなんか結構街なんだよな、こう見てもな。そうそう、なんかこう整ってる感じがね、するという。はい、で次に私が行くのは、この上尾駅をね、越えてそちらにあるマルヒロですね。マルヒロは百貨店で、まあそのゲームコーナーというと微妙なんですけどもね、一応以前行ったイルマ店で、まあ全く期待してなかったんですけども、こっちはなんかアーケードではないのか、ちょっとした箱店みたいなところもあるんですね。そのね、ゲームコーナーがあったので、まあなんか、あ、なんかカメラ構えてる人いると思ったら富士山が見えてるのか。なるほど。はい。で、ここがなんて言うんだっけ。あれ忘れたな。一般サンガ、まあなんかそんなので知られるね。まあ、上尾駅。そう、あれが一般参加と呼ばれるのは、このね、比較的この自由通路が広い分、その、人がね、滞留するスペースがあるという、ことでもあるんですけどもね。まあそんな感じで、この自由通路で、ね、抜けまして、こちらが東口。アリコベールというのが、まあそのね、なんか、いっぱい建物、あるみたいなんですけども、そちらですね、デパート館ということで、マルヒロ。まあゲームコーナーがあるとはな、その公式サイトとかにもないので、まあおそらくはないんでしょうけどもね。はい、まあとりあえず、行くだけ行ってみましょう。はい、こちら乙女の像というらしいですね。一応服着てんのかな、これは。はい、であちらが上尾駅で、こちら、マルヒロはゲームコーナー私は見た限りにはなかったですね。まあ、ちょっとエスカレーターが1つしかなくてね、あの四角が多いんで、もしかしたら2階3階あたり、あったかもしれないけども、まあ、おそらくないでしょう。で、次に私が行くのは、イオンモールとその近くにあるフェスタ上尾ですね。まあ、バス、が出ていて、まあ、イオンモールから先はね、バスで行くつもりなんですけども、この上尾駅前からイオンモールまでは歩いて20分ぐらいということで、まあこのぐらいだったらね、まあ、歩いて問題ないでしょうということで、歩いて向かいます。この道一本でね、迷うこともなさそうなので。はい、ちょっと反応が遅れましたが、今バスが行きましたね。第51の大宮駅の、どっち口か忘れたけど、まあ大宮駅行きですね。私がこれから乗ろうとしているのもそのバスで、この上尾駅からね、北区役所、ステラタウンというんでしたかね、そう、私がこれから行くんですけども、そこを経由して、まあ、この中山道沿いということなのかな。そのバスが10分おきに出ているということでね、まあ、かなりの高頻度運行なので、まあ、あまり時間を気にせず乗れそうという。当初の予定では、まあ、上尾が遅くても4時ぐらいだと思っていたんですけど、今もう5時を過ぎているのでね、どうなるかはわからない。はい、今日はまだ、まあ、予定全部こなせるんだったら、この先7店舗ぐらいあるのでね、はい、まあそのね、緊急事態宣言が終わって時短営業、大幅に、減ったとはいえ、まあしかしな、普通に9時で閉まるお店とか結構ありますからね。10分ぐらい歩いてきましたかね。ここは上尾陸橋の交差点で、今右側は、高崎線を越える陸橋がありましたね。そしてやはりこの道は、中山道であっているらしい。はい、イオンモール、があるはずなんですが、意外と見えてこないな。結構建物大き
きい目立ちそうなもんですけどもね。14分ほど歩いて急に現れましたね、イオンモール、イオンモールが左側、そして右こちらバリュープラザ、看板には書いてないですけども、こちらにもゲーセンがあるということで、ね、まずはこちら行ってから、こっちですね。はい、ということで、まあ、適当に。いやー、ちょうどまさにバスがいるのか。いや、ここは時間ぴったりですね。バスが遅れたらね、間に合うかと思ったが、そううまくはいかなかったぜ。ここはイオンモールのこのね、道に対してこう直角という感じで、縦に長いこう、奥の方まである店舗で、モーリーファンタジーが本当に一番奥でね、ちょっと思ったより時間がかかってしまって、54分のバスに乗りたかったんですけどもね、今、まだ54分、まあ、もう55分になるところですけども、ちょっと間に合わなかったな。ゲーセン、まず向こうのフェスタですね。これはおそらくサープラ系列だと思うんですが、普通にシングルメダルありましたね。この写真にも撮りましたが、風雷神の20ラインのやつですね。それとあとはコナミ系、それからキッズメダルとかもまあそこそこありましたが、まあ、特にまあレアなやつはないですかね。そう、まあ、台数的には割と思ったよりね、十何台かあったんですけども。で、あとは、こちらイオンのモーリーはまあ普通ですね。まあ、標準的な店舗でこれと言ってなし。ということで、まあ OK。いや、行ってしまいましたな。残念残念。はい、まあ、ここは10分に1本あるということで、ね、おとなしく次を待ちましょう。はい、中山道69次、上尾塾ということですね。はい、そして来ましたね。今ちょうど4分になったぐらいなので、時間ぴったり。素晴らしいな、これは。はい、北区役所前で下車しました。15分ぐらいかかりましたね。あの途中のね、停留所もほとんどのところで乗車降車ともにあるような感じで、あの非常になんかあの密度の濃いというかね、なかなか面白い路線ですね、ここはね。まあ、それだけそのね、この旧中山道沿いのまあ需要、まあこの時間だとまあちょうど帰宅ラッシュですけども、その駅から帰宅する人とかだけじゃなくてね、その事業所とかそういうのも、なんかまんべんなく分布しているとか、そんな感じですかね。で、まあ、ちょっと行き過ぎる感じになって、そこの交差点で、ね、右かな、ステラタウン、ナムコがあるらしいですが、あれここはまた八華堂系なんだっけか。だとすると今日はもうもう何回目、八華堂だけで3回目かい。はい、でちなみに今どうでもいいんですけど、私もね、あの前ステラタウン来たことあるんですけども、その時も確か時期が冬とかでな、なんかあのもっと明るい時間に来るつもりがちょっと遅れてしまってね、もう暗くなってなんかあんま見えなかったみたいな、そんな感じだった記憶がある。はい、合ってましたね。今のところ右に曲がって、左正面という感じで、ここの建物がちなみに北区役所ですね。私は埼玉市の区役所巡りをやっていて、その時はニューシャトルの何駅だっけ、鴨宮かな、なんかそんな駅で降りて、まあ、そこが最寄りなのでね。で、ここを通ってこの道をまっすぐ行ってね、宇都宮線トロ駅から次はどこでしたっけ、桜区、かなんかに行ったようなね、記憶がありますが、まあ、そんな感じでここですな、ステラタウン、まあ、八華堂が半分ぐらいで、ナムコはなんか地図で見たら右奥みたいですね。ここは斜め渡りそうだな。はい、こんなところにスクランブル交差点があるんですね。まあ、でも区役所前と考えればまあそんなにおかしくはないか。
はい、意外とそして斜めに渡る人もいるんだな、はい、ちょうど良かったですねこれはね。はい、ということでステラタウンですね。ここはなんかそのまあ洋華堂が入っているところはちゃんとした建物ですけども、それ以外はなんか、吹き抜けだったりで、開放的というか、雨ざらし、まあそんな感じのところですね。で、ナムコ、メダルゲームありまして、シングルメダルっぽいやつが1台、これあのバンプレスの筋肉マンですね。この上のね、まあ、ポップというかこれが残っているのは割と珍しいと思いますが、まあでも筋肉マン自体はまあそこまで、レアというほどでもないですかね。はい、で、とりあえず OK で、私は先ほどのバス停に戻って、そのままね、さっきと同じ便に、便というか系統に乗って、大宮駅ですね。半月、正確にはもうちょい手前、6日目ぐらい。ここはなんか普通に公園になってるんですね。あ、そういえばなんか区役所巡りの時のなんか遊んでる子供がいっぱいいたんだっけかな。当時春休みでしたっけね。はい、ということで、ここはちょっと距離がありますね。あの目の前にバス停があってくれればいいんだかな。まあ、この旧中山道、優先ということでね、この手前の宮原駅のあたりも、駅のロータリーに入らずその駅入り口がね、バス停でしたしね。まあなんかそういうの割り切ってる系統ということなんでしょう。で、ちょっと暗いが、私が乗るのは先ほどの20分後のバスで、37分発ですね。おう、そこにいるやつか。はい、今37分30秒になるところですけどもね、やはりこの系統はなんか時間に正確、なんか信号の数的にブレにくいとかなんかそういうのがあったりするんですかね。はい、ということで、あれに乗っていきましょう。はい、帰宅役所から10分ぐらい、今ちょっと手前で降ろされましたが、ここが大宮駅東口ですね。はい、ということで、大宮、今回は大宮には、実は用はなくて、まあ、素通りというかね、ここから次は徒歩で、イオンモール与野に向かいますね。まあ、ちょっともう時間的に結構ギリギリでね、まあ、今6時48分ですけども、なのでまあなんかあのプレイする時間は全然ないし、場合によってはちょっと行けずじまい、その行ったのに閉まってるということもあるかもしれないですけどもね、まあだとしても仕方がない。とりあえずまあ、間に合わないことはなさそうなので、予定している店舗全部行きたいと思います。